バージナルの前に立つ女は、オランダ黄金時代の画家ヨハネス・フェルメールが1670年から1672年頃に描いた絵画。キャンバスに、油彩で描かれた作品で、ロンドンのナショナルギャラリーが所蔵している。バージナルを演奏する豪奢なドレスを着た女性が描かれた作品である。床はタイル張りで、壁には2点の絵画が掛けられている。 フェルメールが住んでいたデルフトで作られた陶器の他の作品にも描かれている青と白のタイルが壁最下部の床との接点に見える。ナショナルギャラリーの公式サイトによると壁に掛けられている絵画が何であるのかは特定されていないが画面左の小さな風景画はおそらくフェルメールと同時代のオランダ人画家ヤン・ベイナンツあるいはアラールとファン・エーベルディンゲンの作品ではないかとされている。 同じく画面右の左手にカードを掲げるキューピッドは、アラールトの2位セサルファン・エーベルディンゲンの作品と言われている。このモチーフは、当時のグー画集を元にした唯一の恋人に対する定説の象徴であり、おそらくバージナルが持つ音楽と性愛との伝統的な象徴性を反映したものである。バージナルの前に立つ、 女の制作年度が1670年から1672年頃とされているのは、その作風と女性の衣装から来ている。作品の大きさと描かれているものの類似性から、同じく、ナショナルギャラリーが所蔵する、バージナルの前に座る女とタイになる作品では、ないかと考えられている。ありがとうございます。